どうもでです。す今日はですね、健康にも意識を向けるということについてお話しさせていただきたいと思います。 えー、まあまあ,あのお金の稼ぎ方とかねお金を稼ぐこととかですね、えー、そういうこと,のところにね、えー、意識を向ける方は多いんですけども、えー、健康に意識を向ける方はそのお金よりはやっぱ少ないかなとまあまあ仕方ないことかもしれないんですけども、えー、意識を向ける方は少ないと思うんですけどもよく考えてほしいのはそのお金を稼いでねお金があったとしてもその自分の健康状態が良くなければ。 あのー、そのお金がたくさんあるっていう状態はねあまり意味がないと意味がないことはないですけどもその自分が健康であってお金があるっていう状態を作り出した方がいいと思うんですよね。うん だからそのお金のね、えー、稼ぐことと同時にですね両方取ったらいいんですよ両お金も稼ぐ方に持っていくし、えー、健康も自分で気をつけていって健康を保っていくとだから例えばその長期投資とかあるじゃないですか投資をずっとしていって老後のために投資してんのにね自分が暴飲暴食したりとかですね、えー、無茶なそな生活をしてたらですね、えー、その全然そこに 長期投資のののの老後のためのお金っていいう,うほとんど意味ないですよねその,その早めになくなっちゃってそれは何でなくなるかっていうのは人間は分かんないですけどもその自分の健康に気をつけてやった方が長生きする確率は高いんでやっぱそこ,にはそこにも目を向けていくというか意識を向けることが重要というかそれは当たり前のこと僕なんかやったら当たり前のことなんじゃないかなと思うんですよね。 うん、だからそのもうちょっと健康っていうところをねこう意識を向けた方が特にね僕は40代以降の人は、ねえー、いろいろ考えていった方がいいんじゃないかなというふうに思います。で健康の秘訣というか健康のその三大要素というかねが、えー、みんな知ってるとは思うんですけども改めて言わせていただくとまず、えー、バランスの良い食事ですねバランスの良い食事ほんで、えー、適度な運動。で えー、質の良い睡眠この3つですねこの3つをこうちょっと自分なりにこう工夫していってその3つをより良くしていくということですねあとはそのストレスですね、あのー、今はストレスがかかる時代なんで、えー、かかりすぎ,ないすぎないというかかかりすぎてもそのケアをする、えー、ストレスケアをする。 状態それをできれば毎日のようにやっていったほうがいいですね。でそのストレスのケアっていうのは結局ストレスを感じるのは脳なんで脳をこう緩めてやるというかリラックスさせてやるとか、えー、楽にしてやるという、えー、状態を作り出してやればいいと思いますね。で脳をそのリラックスさせるとかそういうことっていうのは五感ってありますよね。味覚触覚嗅覚、えー、視覚えー味覚えー、ん 聴覚かえー、この辺をね、えー、気持ち良い状態に をしてやるそれは人それぞれあると思うんですけどそれを気持ちよくとか気分よくさせてやることによって脳は快になりやすいとまあ他にも方法はあるんですけども、えー、そういうところにこう目を向けてですねもうちょっと健康っていうものを自分で作り出すように、えー、していくようにした方が、えー、これから長生きするにあたってですね、えー、お金を稼ぐのはもちろん当たり前なんですけども健康も同時にやっていくとそういうところをちゃんと考えていかないといけないと。 その若いい時はしょうがないですよ30代ぐらいまではねそこまで考えないと思うんですけども、えー、40代以降の人は考えた方がいいんじゃないかなというふうに僕は考えます。ということで、えー、健康にも意識を向けるということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。